さんこんばんは。日曜日の夜、子供たちもサザエさんに笑点、ちびまる子ちゃん、楽しいアニメを見て過ごしていることと思います。今日はフランスの異端児サティのグノシエンヌ第2番を弾いてみます。サティの作品には小節線がない曲が多いことがわかります。それはなぜでしょう。今日はグノシエンヌ第2番を弾いてみます。Thank you.
サティのグノシエンヌ第2番でした。サティの作品には小説線が本当に書かれていないので、拍を取るのが少し取りにくい部分もありますが、自由にエキソジックな曲奏で弾けるととても楽しいです。明日も楽しいレッスンを。グノシエンヌ第2番でした。おしまい。